長宗我部元親は再三の降伏勧告を拒否しております。秀吉様、ご決断を。わっとる。衝突は避けられんな。天下統一に向けた戦、四国の地から始めるで。おお、高掛殿、よう参られた。この四国討伐、毛利にも頑張ってもらわねばの。お任せください。徳川の遠兵として来た。お前のそばにいると昔を思い出す。あれが秀吉の子飼いか。彼らは今後陣営の支柱になっていくだろう。だが仲が良いほど一度亀裂が入ればたやすいもの。仮に俺が敵だとしたら彼らを疑心暗鬼に陥らせるだろうな。こたびの遠征には藤堂高虎が来ているな。何やら義継と親しげに話していたが。高虎は徳川陣営を代表して遠征に参加している。義継と話していても何も問題はないと思うが。清正、あの高虎というのはかなりの切れ者だ。味方となれば頼もしいが、敵とならば。まだ徳川を目の敵にしているのか。今は俺たちの味方だ。そんな態度は慎めよ。失礼した。俺はお前ほど徳川びいきではないのでな。はい、そんな言い方はないだろうが。勝手にしろ。どうした、また清正とやり合ったのか。そんなつもりはなかった。俺はただ。前にも言ったが、お前は時に傲慢に見える。このままの状態が続けばお前は友を失うだろう。義継、俺はどうすればいい。俺は友を失いたくはない。そういうことを本人の前で素直に言えばいい。だがお前は言えぬのだろうな。最後まで